その名前で。私たちに信用できない。人間は裏切る。お前たちは亡者を奪い、伝説を冒涜する。信用できない。滑舌は良くなりましたが、使ってる言葉はそのままですね。まあコミュ力までは取り替えられないでしょ。近づくな。亡者を奪い伝説を冒涜したと言ったわね。そうじゃないわ。私は受け継いだの、レッドフード。正確には受け継ごうとした。でもできなかった。理想だったの、私にとって。ああなりたかった。理想。でも私はレッドフードとは違った。彼女の使命は私のものにはできないと気づいてしまったの。だから私は諦めた。言っていたわね、物語を書き直すこと。それがあなたの使命と。使命。あなたは使命を諦めていないのでしょう。100年以上経っても諦めなかったのね。諦めなかった。羨ましいわ。だから教えて、あなたが何を知っていて何がしたいのか。ヘレティック・アナキオールの復活ではなくて、何か別の使命を守っているなら手伝うわ。まだ信じられない。レッドフード、英雄を受け継いだとは限らない。冒涜したのかもしれない。それは、おはん、みんな元気か。レッドフードがお化けになって遊びに来ちゃったぜ。うわ、これ思ったより恥ずかしいな。みんなのことは全部聞いた。クイーンを倒すって話まだやってんだって。100年もずっと。何してんだよお前ら。お前ら以外に倒せるやつがいないってか。なわけないだろう。だからそろそろ後のやつらに譲ってゆっくりしろよ。私はもう後を託せた。運よくいいやつに会えたんだ。それじゃ先に行ってるぞ。レッドフード。そうか、そうだったのか。お前たちはレッドフードの。安心したわ。私が知っているレッドフードと少しも変わらなかったから。はあ、羨ましい。私もあの時の姿を、とても美しかったあの姿をもう一度見たい。私を、私たちを助けてくれ。シンデレラに
会いたい。もちろんです。今回はバッチリですよ。よく言うわ。ウンファ、こんな作戦変更して大丈夫かな。現場での判断は指揮官に任せる。問題があるとは思わん。あまり気乗りはしないけどね。ヘレティックかもしれない相手を起こすなんて、それ自体がリスクだもの。グレイブは侵食から回復してるって言うけど、実際のところは分からないし。その通りだ。だがヘレティックモダニアという前例がある。ヘレティックから戻れるとは実証されている。ならば絶対ありえないとも言い切れない。そしてそれと同時に、シンデレラがどんな状態だったとしても、それが確保できたならアークの科学技術にとって重大な突破口になる。地上奪還に大きく近づくということだ。それはそうね。ヘレティックなんていつでも会える存在じゃないわ。でもはっきり言ってリスクが高すぎると思うの。一番安全で確実な方法はあの棺を壊すことじゃないかしら。でも指揮官様が嫌がってるし。ええ、そこが大事な問題になるのよね。あいつの判断を戦術的に考えると話にならないことが多い。だがいつも結果はいい方に転がった。今回もそうであることを願うしかない。惚れちゃった？バカを言わずにはいられない口のようだな。惚れないでよね。ライバルばっかで大変なんだから。それはそうね。そうだよ。いえ、何かご用でしたか。指揮官。いえ、ベヒモスについて考えていました。異常な防御力にアーム、しかも相手はヘレティックです。巨大化も可能と見るべきでしょう。そんな怪物を相手にしてガラスの靴のダッシュを狙うのです。どうすればいいか考えていました。私は指揮官の判断を信じています。それからグレイブのことも。ありがとう。どういたしまして。でも蹴られたことは忘れていない。それはごめんなさい。許そう。そう、ありがとう。皆さん注意してください。アークの基礎構造物を展開したエリアがまたクリスタルで埋まっています。え、もう効き目が切れたの？いいえ、A ピラーで建造されたものは半永久的に維持されるはずです。誰かが意図的にクリスタルを成長させ再び押し返しているようです。はぁ、本当に陣取りゲームみたいになりましたね。喜ぶことじゃないでしょう。ベヒモス、想定外の事態です。ここまで爆発的なクリスタルの成長は。 A ピラーを利用した E2 クリスタル破壊作戦は一時中断とします。ヘレティックベヒモスを無力化するまでは労力の無駄になってしまうでしょう。それは倒せってことね。了解しました。アナキオール。いえ、シンデレラはもうヘレティックじゃない。そうだ。最初のヘレティックという記録があるのだけれど。治った。その通りだ。お前たちたくさん知っているな。驚いた。じゃあこれからどうするの？
シンデレラは棺の中で眠り続けてるんでしょ？どうやって起こすの？ガラスの靴を探す。ガラスの靴？シンデレラの専用武装。シンデレラは今仮死状態だ。ガラスの靴に復活コードが仕込まれている。なぜ？昔の戦いで重傷を負った。意識を保てないほどだった。死んでいるのと変わらない。ガラスの靴にはシンデレラを蘇生できる仕組みがある。シンデレラとリンクすれば起動できる。じゃあなんで今までそうしなかったの？シンデレラの傷は私には治す技術がなかった。そのままではガラスの靴とリンクできない。まず体を修復する必要があった。部品を集め、素材を集めた。今はほぼ全て修復した。ハーモニーキューブの力を利用した。棺の治療能力を大きく上げてくれた。それでキューブの乗っ取りを。そうだ。シンデレラの体はほぼ完全に回復している。あと少しでいい。だが目を覚まさない。ガラスの靴とリンクしないと目覚めない。古い技術だ。誰にもわからない。ガラスの靴がどうしてもいる。それなら誰かに助けを求めることもできたのでは？試した。人間は裏切る。ごめんなさい。どうしてクリスタルに封じ込められているの？そもそもシンデレラはなぜクリスタルに触れて無事でいられるの？シンデレラの外装は特殊材質。ガラスの靴と同じものだ。クリスタルには吸収されない。それとクリスタルは隠してくれる。ヘレティックから。ヘレティックはお互いの居場所がわかる。何度も見つかった。その度に奪われかけた。下流には奪われたことがある。必死に取り戻した。私は強くない。ヘレティックが相手ではシンデレラを守れない。だからクリスタルに隠した。でも騒ぎになって見つかった。覚えていない。長い間だ。ってことはこのクリスタル地帯ができたのも相当前ってことね。そのシンデレラを蘇らせるにはガラスの靴が必要ということは分かりました。でそれはどこにあるんですか？このエリアの奥深く。ベヒモスが守っている。やっぱりそう来ると思ったわ。わからない。フォービーストの目的は知らない。確かなことを。それを達成するためにシンデレラが必要らしい。だがそうなればシンデレラはきっと無事ではいられない。今が絶好のチャンスだ。相手はベヒモス一人だけ。ベヒモスに仲間を呼ばれれば全員死ぬ。急がないといけない。早く行こう。案内する。その前にここで整備だ。急がないといけない。そんなことは分かってる。ベヒモスとかいうやつといつ戦闘になるか分からない。対応できるようにする必要がある。準備などいらない。ただ全力で戦うだけだ。全力を尽くすというのはその前の準備を万全にしてから言うことだ。全力を尽くすということは全ての力を出すという意味だから。そのために準備が必要だと言っている。準備しなくても全力は出せる。それは全力じゃない。無謀だ。無謀じゃない。全力を出している。なんで震えてるの？寒い？いや、
戦術の基本すら知らない三流と話し合おうとした私がバカだ。それはそうね。あ、震えがひどくなった。戦術などいらない、全力を尽くすだけ。来い、座れ。お前に戦術の基礎を叩き込んで、急ぐ必要がある。撃たれたくなければ来い。お前性格悪い、さっさと来い。大丈夫だよ、ウンファ。新人には優しいから、ウンファなりに。大ごとにはならないわ、安心して。ねえラッピー。何？ウンファにはいつ謝るの？あら、どうしたのベスティ。ラピにも心の準備が必要よ。私だってそれはわかるよ。わかるけど、ウンファはね、ラピがいなくなってから一歩も進めずにいるの。しっかり歩いてましたよ。ちょっと空気読みなさいよ。いつも昔の話ばっかりするの。昔はこうじゃなかった、昔はこうやってた、昔は良かったって。ラピが出て行ってから私たちはずっとそのままなの。ウンファはラピが何も言わずに出て行ったことをずっと根に持ってるし、そこで動けずにいるの。強くなったし、いろんな任務をこなせるようになったのに、私たちの関係は止まったまま。悪くもないし、良くもない。私は、このままは嫌。立ち止まっていたくないの。本で読んだんだけど、停滞した関係は健全な関係じゃないって。でも、私たちは今、停滞してる。ベスティ。そうね。ベスティはずっと努力してるわ。ウンファとの口喧嘩で勝てるように頑張っていたのも、それが理由だったのね。ウンファはひどいことも言うし、よく怒るけど、友達だから。一人で大変だったわね。ううん、大変じゃなかったよ。ウンファをからかうの、面白いもん。あら、そうだったの？それはそうね。いいリアクションするんだもの。だからラッピー、ウンファが、私たちが前に進めるように手伝って。ええ、わかったわ。ベスティ、変わったわね。そうよ、偉いわ。この作戦が決まってからずっと考えてたの。うまく伝えられてよかった。準備が終わってるなら出発するぞ。うん。ああ。耳が痛い。お前、もう一回こっちに来い。嫌だ、急ぐ必要がある。あとどれくらい？もうすぐだ。そう、
グレイブ、その武器のことだけど、セブンスドワーフって呼んでたわね。そうだ。セブンスドワーフはスノーホワイトの武器でしょう。なぜ知っている？お前たちは本当に。スノーホワイトの武器をどうしてあなたが持っているの？預かっているだけだ。スノーホワイトから会ったことがあるの？会ったことはない。知り合いでもない。それならどうして？会って返さなければいけない。だが会えなかった。会いたい。会わせてくれ。ゴッテスト。ダメだ。シンデレラとゴッテスが仲が悪い。殺し合った。だから会ってはいけない。それはいつの話？ずっと昔だ。皆さん、姿勢を低くしてください。十字の方向です。デヒモスを確認しました。何よあれ。ビルを登っているみたいですね。壁さえあれば高所を取れるということか。の登りきった。屋上で何をする気だろう。周囲を見回しているわ。何かを探している様子ね。当然私たちが目的でしょう。正確に言えば棺かしらね。3キロメートルほどです。無意味だ。狙撃だけでは有効度を与えられない。前回のような連携が必要になる。その必要はないと思うけど、次は本当に仕留められると思う。とりあえず弱点は分かってるけど、他にも能力があるかもしれないでしょ。巨大化っていう切り札も残しているでしょうし、それに何よりクリスタルへの対抗策がないわ。だからまだ気を抜かない方がいいわね。あ、そっか。どうしましたか？はい。熱心に睨んでるから気づかれるんだ。やむをえん。まだ距離がある。迂回して。デヒモス、動きがあります。まさか今のを避けられるとはな。単独で飛び込んできた。その度胸だけは褒めている。ああ、お前はちょっと面倒いからこっちの相手してな。ウンファ、まずいわ。全身刺されてる。しっかり植え付けといたから、ゆっくり餌にでもなってくれよな。くそ、体が。ほらよっと。何かおかしいか？世界なんておかしなことだらけだろ。
棺もらってくぜ。ダメだろうな。そうはさせない。あれ、そんな髪の色だったっけ。知る必要はないわ。冷たいこと言わずに教えてくれよ。今度は同じようにいかないわよ。ん？お前、ずいぶん強くなってるな。言ったはずよ。今度はそうはいかない。何言ってんだか。呼んだって起きねえよなあ。男、ずっとつきまとってくるつもりか。何がしたいわけ。私の凄さはもう分かったろ。何ができるってのなあ、答えろよ。そう、声が震えてなかったら騙されてたかもしんねえけど、なんでまだ殺されてねえかわかる？超簡単なんだよな。あとは倒れてる奴らの頭を軽く踏んでやればおしまい。なんでそうしてないと思う？それも間違ってないかな。でもそれよりもっと大事な理由があんのさ。おお、そうだよ。なんでわかった？そんなバレバレだったか？冗談じゃないさ。本当だって。私らってさ、4人だけだからいっつも同じ話しかできないんだよ。喧嘩とかもしないし、もう退屈で仕方なくてさ。棺を守ってたやつ、グレイブだっけ。そいつとは何回かおしゃべりしたけど、話せるタイプじゃないのは知ってるだろう。うん、対話ってのは進化の礎だ。私にはそいつが必要なんだ。だからさ、追いすがってきて私を楽しませてくれよ。そういうのってロマンがあるだろ。んじゃ、私は行くぞ。また後でな。ああ、お前は気をつけてこいよ。まだ欲しいもんがあるしさ。あはは、それはそれで面白そうじゃん。全員意識不明です。指揮官だけでも退却してください。今の状態でラプチャーに襲撃でもされたら、安全な場所に運ぶことぐらいです。でもニケの戦闘用ボディなんて人間が持てる重さでは。持ち上がった。なんで。わかりました。4時の方向、50メートル先にガラスの建造物があります。そこならひとまず身を隠せます。全員運ぶつもりですか。無理です。いくら指揮官でも全員のボディなんて運べるはずが。わか
りました。周辺の状況を確認します。指揮官は正面に集中してください。あ、グレイブに反応がありました。ありがとう。みんな目が覚めたか。私は行く。キツネを探さないと。勝ち目あるのかしら。いくら奇襲されたからってあまりにも一方的に、ラピがレッドフードを出してもかなわなかったのよ。ウンファはクリスタルの餌になっちゃったし。まだなってない。よく見てから言え。三流もうほとんど動けないんでしょ。弱音を吐いてるお前よりはマシな状態だ。指揮官様、このまま進むつもり？なに？ふざけるな。私は行くぞ。ウンファ、壁にもたれっぱなしじゃない。本当に大丈夫？ああ、問題ない。平衡器官がやられてるでしょ。バランスが取れてないもの。狙撃どころか、まっすぐ立ってるのも厳しいわよね。玉よけぐらいにはなれるはずだ。私は。お前は残れ。え、どうして？あの化け物に一発食らわせてやれ。どっちが本当の化け物か見せてやるんだ。うん、分かった。まだやる気ってことね。行こう。ラピ、本当に大丈夫なの？大丈夫よ。いいえ、大丈夫じゃないわ。何としてでもベヒモスには負けられない。え？わあ、ラピがそんなこと言うの初めて見ました。あ、そういえばラピが負けたのなんて初めてでは？まだ負けてない。整備が終わり次第復帰する。待ってろ。なんだ？シンデレラはまだ完全な状態じゃない。それにずっと眠っている。どうなるかは断言できない。他にも不安要素がある。シンデレラはずっと眠っている。つまり脳の活動が極度に抑制されている。今はおそらく白紙の状態。何も書かれてない。何でも書ける。何にでもなる。生まれたての鳥のヒナみたいですね。生まれて一番最初に目に入ったものが母親だと思い込むらしいですよ。そんな状態で初めて見たのがベヒモスなんかだったら、ヘレティックがもう一体増えるってことね。そうだ。だから棺が無理に開けられたらシンデレラは死ぬ。そういう仕掛けだ。シンデレラは強い。その分危険だ。二度の過ちは許されない。二度とあんなことを繰り返させない。シンデレラってどれくらい強いの？お前たちが束になっても勝てない。
そりゃ私たちじゃ比較にならないでしょう。ベヒモスと戦ったらどうなりそう？断言はできない。どういうことよ。時間が経ちすぎた。そのままかどうかわからない。弱くなっているかもしれない。それでもお前たちには勝つ。だから私たちはほっといて。だがそのままならシンデレラは誰にも負けない。失礼します。重要なご報告があります。ハーモニーキューブが耐用限界を迎えました。 A ピラーの大量使用による負荷が原因のようです。 A ピラーはもう使えないということ？ 2,3 本であれば運用可能です。ですがそれ以上は使えません。暫定的に中止となります。配備済みの A ピラーはベヒモスの攻略に転用して構いません。ハーモニーキューブは補修可能です。ただそれには時間がかかります。いいえ、まだ到着していません。移動に時間がかかっているようです。あの二人がですか？ありえませんね。はい、では失礼します。開けられるやつも捕まえてくれやよかった。カッコつけすぎたぜ。戻って連れてくるか。さすがにダサすぎるよな。ねえ、何してんの？悩み事。あんたが？ま、どうせお昼のメニューとかでしょ？私が決めてあげよっか。いい。食欲もないし。あれ？マジ？食欲ないの？なになに？なんかあった？これ拾ったんだけど開け方が分かんなくてさ。拾ったって？なにこれ？アナキオール大先輩か。眠ってる棺。見つけたの？ああ。どこで？クリスタルの中に隠してあったんだ。この近くでずっと潜伏してたらしい。え？マジ？キャハハ！あいついい根性してるね。東大元暮らしってよく言ったもんだよな。そうだね、ほんと。あんた今までどこにいたの？え？どこにいたの？ここにいたけど。ずっと？ああ。じゃあなんで今さら気づいたの？あんたまた散歩とか行ってあちこち出歩いてたでしょ。どこ行ってたの？正直に言いなさい。いや、そのどこに行ってたの？ちょっとエデンに。エデン？マジありえない。なんで？行って何したの？別に挨拶くらい。はぁ？冗談きついっしょ。本当に挨拶だけだって。追いかけてきたのは？いない。本当に。そう、それはよかった。よかったけどさ。マジ頭くる。ちゃんと見張っててって言ったよね！トンネルに一番近いから、何か起きるとしたらそこからだって！わざわざクリスタルまで埋めてんのに、どんだけ貴重品か分かってないでしょ！分かってるよ、私だって。分かってるなら、ブラブラふらつけるわけ？
だってよ、退屈じゃんか。ここはなんもないし。他の場所なら何かあるっていうの？みんなで頑張ろうって決めたばっかじゃん。そんなことなら変わってよ。退屈だって言うからトンネルの近くを譲ったのに。わかったよ、ごめんって。でもほら、棺は見つかっただろ。ああ、まったく。それで棺を開けなきゃいけないの？そうなんだけど、無理やり開けたら大先輩が死んじまうらしいんだよ。あいつ開け方を教えてくれそうな感じじゃなかったんだよな。開けちゃえば？だから大先輩が死んじゃうんだって。何が大先輩よ、知り合いでもないくせに。私たちが必要なのは体、中身はどうでもいいの。だから開けちゃって、死んでも使えるからさ。いやほら、正しい生き方とか学べたりしねえかなとか。何言っちゃってんの？味方になってくれたら心強いかもとか。そんな片落ち呼ぶ片落ちを仲間にするつもりはありません。なんでだよ、仲間は多い方がいいだろうが。寂しがり屋のあんたはそうだろうね。開けて早く。気乗りしねえな。わかった、私が行くから。え？私が行ってあげるから待ってて。泳いでここまで来るつもりか？かなりかかるぞ。行くったら行くの、開けずに待ってて。いい？干渉なんて浸るもんじゃないよ。そういうの意味ないから。干渉にでも浸ってないとつまんねえじゃん。なあ大先輩、歓迎の準備でもするか。ここ綺麗。そうね、他の場所はクリスタルが伸び放題って感じだったけど、まるでお花畑みたい。誰かが手入れしているのでしょうか？そうだ、好きな形になるまで作って壊して作って壊して作られた。ひたすら運任せね。なんでそんなことを？ガラスの靴がこの先に置かれている。道を飾ろうとしていた。詳しいみたいね。そうだ、私はよくここに来る。え、ガラスの靴はベヒモスが守ってるんでしょ？ベヒモスはよくどこかに行く。だから忍び込んでシンデレラを目覚めさせようとした。治療が終わっていなくて起こせなかった。今はほぼ治療が終わった、もう起こせる。でも今はベヒモスがいる、助けが必要だ。もしシンデレラがアナキオールのままだったらどうするつもり？殺す、必ず殺す。どうやって？弱点を知っている。殺せる。私たちにも教えて。そうすれば最悪の場合でもなんとかできるから。ダメだ、私がやる。わかったわ、行くわよ。前方にベヒモスを確認。よっす。棺を取り返しに来たのか？この先に置いてあるぞ。つまりこの先に進みたければ私を倒してみろってこった。くへー、
こういうセリフ言ってみたかったんだよな。ん？あ、これさっきの。エピラ、行きます。おい、ここは壊すなよ。苦労して作ったんだ。稼働シーケンス、コンディションチェック、省略。アーク生成シーケンス、開始。あれ？アームが？お？そうくんの？アームが使えなくても、私は強いぜ。了解。また目くらましか。あ？走れ？ああ、がっかりだな。煙幕張って逃げるだけかよ。ち、つまんねえの。まあいいさ、お前らにゃ期待できなさそうだな。やーめた。ん？ん？なんだ？お前、逃げてなかったのか？指揮官、伏せてください。すべて省略、シーケンスを開始。おお、なんだこりゃ。すごいよ、指揮官様。ふふん、当然ですね。師匠はいつもすごいんです。見事だ。さすがです。行きましょう。どれほど重いと言っても相手はヘレティックです。急いだ方がいいでしょう。手を取ってください。血管の感触。そうだ、行こう。ラピ。何？ラピも変わったんだね。そう。ずる賢くなった。秘密よ。棺があった。あいつ嘘はついてなかったのね。それだけ自信があったってことだけど。そうですね、私だったら嘘をついていたと思います。自分はヘレティック以下だって言いたいの？私は本当のことしか言えませんので。はいはい。ガラスの靴は？この先つぼみのようになっている。その中にあったはずだ。今はない敵になった。え？熱源が急速接近中。空から来ます。何よあれ。クリスタルチャンバーみたいなもの？でも飛んでますよ。未確認の反応とハーモニーキューブの反応を検知しました。ガラスの靴だ。え？
あれがですか？シンデレラってあんなものを履いてたんですか？ガラスの靴、クリスタルが覆っている、冒涜している。ガラスの靴はシンデレラ以外は使えない。だからクリスタルで覆った。熱反応を確認、攻撃きます。ガラスの靴が主人以外は攻撃される。クリスタルを剥がさなければ。クリスタルに取り込まれてるんでしょ？じゃあ手遅れなんじゃない？ガラスの靴は汚せない。シンデレラと同じだ、汚されない、絶対に。じゃああいつのクリスタルを剥がせばひとまずオッケーってことね。そうだ、あれはクリスタルで人形遊びをしている。相手は頼んだ、私は棺の状態を確認する。分かったわ、任せて。グレイブ、終わったわ。グレイブ、ガラスの靴が。靴じゃないじゃないですか。そうね、問題ない、ガラスの靴は汚せない。棺は無事だ。ハーモニーキューブの断片を取り込ませたクリスタルでガラスの靴を操っていたようね。どうしてもこれを使いたかったように見えるわ。自分で装備もできない武器なんてなんで欲しがったんだろう。象徴だからかもしれないわ。ヘレティックにとっては伝説の武器のようなものだろうから。道を飾っていたのも多分それが理由ね。なるほど。ああ、こっちのセリフだ。まずは頭からだな。お前らこれでおしまいだよな。切り札とかそういうの残ってねえよな。男がやられた後はみんな固まっちまったし、グレイブは棺の開け方教えてくれそうにねえし。はあ、参ったな。会ってみたかったんだけどな。なんだこれ、軽くなってる。はあ、空っぽ。
こりゃ一杯食わされたな。食わせた。私そういうの大嫌いでさ。はあ、まだ起きれんの？うへ、痛そうだな。必ず当てます。シーケンス全省略、衝撃で即作動に設定。もう飽きたってこいつは。なっ、中、少し右上ね。修正するわ。ちょっと待って。クリスタルで動かん体も使いようか。姿勢維持が楽だ。時間制限があるのが欠点ね。あと少し打たせろ。やられた分はやり返す。もちろんよ。めんどくせえ。エピラ、行きます。危ねえ。行けおお、やべこれだけ近ければアームは使えないでしょ。そりゃお前も同じだろう。自爆？笑ってる場合かよ。ガラスの靴とリンク完了。シンデレラがやっと目覚める。なぜだ、なぜ。指揮官様、ごめん、勝てなかった。お願い。何が間違っている。ボディもリンクも問題ないはず。100年という時間のせいか。ご苦労さん。大先輩を直してくれたみたいだな。じゃもらってくぜ。シンデレラ。誰？よう、大先輩。大先輩？なんだ？記憶があっちに行ってんの？あんたはアナキオール、最初のヘレティックだ。だから私の、私らの大先輩ってわけ。アナキオール、そう、そんな名前だった。私の名前。殴った。
殴られたのか、人間が私を。認めるよ、お前すんげー根性あるな。惜しくなってきた。お前らさ、あたしらの仲間になんね。仲間は増やさない方針だけどさ、あたしが特別に話をつけて。なんだ、なんだよこれ。ダークマターが勝手に。なんだ、なんなんだよ。ん、終わった。シンデレラはもう、せめてこの手で。私のこと？違うわ。私の名前はアナキオール。いや、お前はシンデレラだ。目を覚ませ、シンデレラ。もう一度書くんだ、忌まわしい過去を。書き直すのだろう、一緒に書こう。昔話はハッピーエンドが決まりだ。起きろ、目を覚ませ。起きろ、シンデレラ。私を知っているの？知っている、知っている。私はあなたのことを知らない。顔見せて。あ、ボロボロだ。見せて。私の顔はもうボロボロだ。見ても思い出せない。声も違う。聞いても思い出せない。綺麗。ああ、あなたは綺麗なまま。きっとずっとそうだったのね。私を守ってくれていたシンデレラ。私は何をすればいい？教えて。私の最高の観客さん。私たちがかつてするはずだったこと、心から願い果たせなかったこと。私たちの敵を、人類の敵を倒してくれ。私の勝利の女神よ。観客の声がそう望むのなら、私は物語を書き直しましょう。ああ、びっくりした。なんか悪いもんでも食ったかな。お待たせ、大先輩。ガラスの靴、フルコンタクト、言って。誇りにまみれ、汚された物語が、古い忘れられた童話が、今ここにもう一度始まる。な、大先輩、ちょ、答えて。私は今綺麗？ああ、美しい。
起きた？王子様。ガラスの靴を見つけて私を目覚めさせてくれた大切な人。だから王子様以外呼び方が思い浮かばないわ。いちいち説明するのは嫌。綺麗じゃないもの。見に行って。みんな無事よ。とりあえずだけど、私は鏡を見てから行くから。美しさを補充するの。指揮官様？師匠？そんなに経ってないわよ。数時間くらい。でも指揮官様、もう歩けるの？本当に大丈夫？あまりによく穴が開くから耐性がついたんじゃないですか。笑い事じゃないわよ。でも回復が早すぎない？いくらなんでも。シンデレラがベヒモスと戦ったの圧倒的じゃなかったわ。ちょっと苦戦してた感じかしら。でも突然ベヒモスの黒い液体が膨れ上がったんです。辺り一面を覆い尽くすほど大きくなって、シンデレラの攻撃も効きませんでした。そういう感じではありませんでしたね。なんというか暴走に近いものかと。ベヒモス自身とても苦しそうな様子でした。だからその隙にみんなで逃げたの。よくないわ。ベスティはボディが完全に大破してるし、ウンファもクリスタルにかなりやられてる。でも動きを極力抑えていたらしくて、そのハンマリングの時ほどは悪化しなかったわ。ボディの交換で済むみたい。エマもベヒモスが飛ばしたクリスタルからウンファをかばって大怪我してるわ。実質リタイアって感じね。だから輸送部隊が来るまで待機中。体がズタボロらしいのでマナが見ています。自動で意識が遮断されてもおかしくないほどの状態だったそうで、耐え続けていたことに驚いていました。それでもなんとか修復できるようです。構造の簡単な量産型ボディだったのが不幸中の幸いだったと言っていました。ベヒモスに思い切りボコボコにされたからしばらく落ち込んでたけど、この借りは必ず返すって燃え上がってるわ。今はアブソルートのみんなのところさよならを言ってくるって。うん、別れると言ってもいずれまた会えるでしょ。そういう意味じゃなくて、きちんとした別れ話ってこと。ん？とにかく今の状況はそんな感じね。次の作戦はシフティがそのうち連絡するって言ってたわ。それまでは少し休んでおきましょう。私を救ってくれた人たちに恩返しをするため。そうじゃないと綺麗じゃないでしょ。来たわね。私も手伝うわ。地上奪還、ずっと昔にやるはずだったことだから。よろしくね。ところであなたたち頼んだものは？まだなの？本当にここ大丈夫？ここに全身映せる鏡を置けってうるさいのよ。100メートルごとに置いてほしいそうです。譲歩してあげたの。本当は50メートルごとに欲しかったけど、そうしないと私の綺麗な姿を
いつでも確認できないでしょ。私は、私たちは常に美しくなければいけないの。ああ、芸能人じゃあるまいし。輸送部隊は1時間以内に到着するそうよ。体の具合はどう？私は大丈夫よ。致命傷は避けたわ。ベスティの容態は落ち着いてる？ええ、今は眠ってるわ。あんな状態で起きていたら思考転換を起こすかもしれないもの。そう、ウンファは？名前で呼ぶなと言ったはずだ。それから視界に入るな。お前がいなくても歩くぐらいできる。ごめんなさい、ウンファ。何？あら、黙っていなくなってごめんなさい。本当に、はあ、私はレッドフードになりたかった。最後を見守って使命を受け継いだと思い込んでいたから。レッドフードがどうしてあんなに強かったのか考えたことがあるの。あの人には大切な仲間たちがいて、輝かしい使命があったわ。だからあなたたちと出会って一緒に過ごすようになった時、大切な仲間ができた時、私はレッドフードに近づけたと思ったの。きっとこのまま行けば私も同じになれる。使命をずっと受け継いでいける。そう思っていたわ。でもそうではなかった。私はただ真似をしていただけだったの。あの時流れ玉で人を犠牲にしてしまった時、何より先に始末書の心配をしていた私はただレッドフードの真似をしていただけだったと気づいてしまったの。使命とは何か、何を背負っているのか分かろうともしていなかった。上辺だけしか見ていなかった。なら私は何だったんだろう。私は今まで何のために生きて、何を叶えるために努力していたんだろう。私は何者なのか、私は何者に見えるのか、その答えが分からなくなって。だから私の笑えもしないモノマネにあなたたちを利用してしまった気がしたの。それがすごく申し訳なかった。なんて言えばいいか分からなかった。だから出て行ったの。バカみたいでしょ。ああ、とんだ大間抜けだ。あの時この話ができていたら結果は違ったかしら。ああそう、ありがとう。やっぱりあなたたちは私にとってあまりにも。今更こんな話をした理由があるんだろう。それを聞かせてくれ。私のせいで止まってほしくないから。行け、行って、お前が大好きな三流舞台と一生つるんでろ。それがお前にはお似合いだ。私たちは私たちの道を行く。ウンファ。分かったわ。治療頑張って。行くわね、エマ。ラッピー、勇気を出してくれたのね、ありがとう。これを勇気と言ってくれるのね。基準なんて人それぞれよ。ありがとう。またな、ラピ。ええ、ウンファ。あっさり許してあげるのね。そうだな、ただ答えが聞きたかっただけかもしれない。簡単なことだったわね。タクティカルアップ計画を進めよう。あら、イングリッドが用意してた
あれのことね。あんなに嫌がってたじゃない。どういう風の吹き回し？もうあいつを待つ必要がない。計画を進めたらあいつの居場所がなくなってしまいそうだったから、それが少し気がかりだったんだ。でももういい。あいつはもう帰ってこない。そう、完璧な最強になりましょう。私たち3人で。